共同広報の基礎から応用まで第7回目で、えー、森戸強度広報による土構造物の復元と発展の続きですビデオは2つに分かれていますまず最初のビデオを紹介しますこれは 3-C 洪水豪雨津波と補強度 およびレベル地震等を考慮した耐震設計の続きですが主に水の被害について説明しますこのページは前回の授業で説明した補強同様域の耐震設計のまとめです、まあ、後でよく読んでいただくことにして、えー、補強同様壁には高い耐震性が要求されるだけではなく近年頻発している洪水豪雨さらに 津波などによる水害に対しても高い体力が要求されるようになってきました。また、豪雨・台風の直後に地震が襲来する場合もあります。このような場合に対して、森戸の良い締め方め、十分な廃止設備等の適切な成功は重要になります。今日はこの点について説明します。 このページは溶壁モイド等の水構造物の水害とゼロテクスタイル構造物、ゼテクスタイル補強度構造物、GRS 構造物ですね。それによる水災害の防止策、水災害からの強化復旧、水災害に対する強化補強の課題のまとめです。ここに書いてあるのはまず、 水災害を起こす自然現象の種類ですね洪水豪雨津波次に水災害のメカニズムで表面水地下水の浸透浸透流血流構造物が面する、えー、河川海洋からの攻撃ですね波浪とかそういうものですねで対策水対策の災害の対策として、えー いろいろなことが書いてありますけれども、構造物の強化・安定化、それからーモイド C 地盤内への浸透水の低減、モイド C 地盤からの排水・潜屈対策、えー、などなどですで。この説明は抽象的なので実感が湧かないと思います。えー、それで、えー、以下まずこれを具体的に説明して、また最後にこのページに戻ることにします。 以前はですね地震と台風は同時には来ないということでそれぞれ別個に対応するのが普通でしたまあ原則でしたしかし長期降雨豪雨台風の直後に地震が襲ったケースは実は少なくないんですね2004年の新潟県中越地震の直前には台風23号が襲いまして まさに地震プラス台風の複合災害が起きたわけですこの赤の点線の中はですねレベル2地震動のという激しい地震動が起きて土木構造物の被害が集中しましたそのでもその外側でもですね信濃川の右岸の JR 国道の盛戸土や えー、これからお話しする高松団地の卓上モールドのようにですね。この、えー、このレベ,レベルレと設計地震度ではないのに、非常に激しい被害が起きた場所がいくつもあります、えー、直前の台風によってまあ、豪雨があり、えー、モルドが大変、えー、モルドの感染が非常に高かった。ある地下水位が高かった。 ためと思われますこれはですねこの今のレベル2地震で受けた領域の中にあったものですけれども、えー、関越自動車道の堀之内のパーキングエリアにありましたテールアルメ溶壁なんですね、えー。これは倒壊しておらず遠目には被害がないように見えますこれがテールアルメ溶壁の構造でパネル は、まあ、組み合わされたあ壁面鋼があり、そのそれの背後に、えー、金属製の帯、スリップと言われている言われている補強材がついているわけです。えー、この溶液の近くによると分割パネルがですねバラバラになっていることがわかります。このような状態でも倒壊倒壊しなかったのは。えー 片持ち張り構造ではない、したがって点灯しにくいという補強同溶液の特徴のためです。つまり補強道溶液は、従来式の片持ち張り構造の溶液よりも基本的に耐震性が高いと言えます。しかし、この溶液はこれだけパネルがバラバラになってしまったので、結局取り壊されました。では、なぜこのようにパネルがバラバラになったのでしょうか。 という質問ですね。皆さんはどう思われますか。えー、この <laughs> この写真を見て最初に気がつくのは壁面全体に繁茂する植物です。これは何を意味するかというと、ーモイドナイの鹸水位が非常に高い,高いことを示しています。本来モイドナイは鹸、えー、水位が高くとはいけないわけですね。 ですからこのような溶液を見て植物が繁茂しててあきれいだなと思ってはいけないわけで実は植物が繁茂して,ていいるとうこれが近くから見たところでこの裏のようにパネルがガタガタになっていてこの隙パネルの隙間から手を入れたらモイドは飽和状態であると。 ということを確認できました一箇所で分化パ,パ,パネルがずれてその間から飽和したモルド材サシトが大量に流出していました、えー、これはですね、どのくらい大量かというとこんな感じですね驚くべき量ですねでこれはですね、えー、モルドは地震時には貯水槽状態であり液状化したことを示唆しています さらにテールアルメ溶壁のモリドはの天場からは噴射がありました。これは地震時はモリドは貯水槽状態であり、液状化したことを示唆しています。なぜこんなことが起きたかという話なんですけれども、テールアルメ溶壁はもともと背面に排水槽がないわけですね。でしかし、収水死刑に結節する場合は、 排水処理は必須なわけですこの溶液は収水地形に建設されていました背後からあー沢の水が集まってくる場所ですで排水環境は確かに設置されていましたが、まあ、設計図面はそうなっていましたしかしその出口が機能してないことも事実でしたさらに背後からの表面水を有効に使用する横断排水管として は設計されていなかったですねまた壁面からの排水も十分ではなかったと思わな,なかったようですこれらのため地震時にモイルド内の地下水が高かったことが推察されますつまりこの変調の主因はですねモイルドへの表面水の流の対策とモイルド内から の排水対策が不十分であったためであり、えー、溶壁の形式が補強土溶壁であったためではないと言えますつまり補強土溶壁だからあこのような変状が起きたわけではないということですこれは2004年新潟県中地震で被害を受けた長町市高町団地のあ全体図です、えー、この現場でも 谷を埋めたタクゾモリドに大被害が生じました。このブルーの線がケイドとモリドの延長で、この青の線の外側にあるところ、これがあ谷埋めモリドで,、えーえー、でそこに住宅があった場所です。これは住宅地の中心部でケイの上です。地震動は激しくなかったため。 住宅は全く無被害でした、えー。このような住宅地では高台の橋の見晴らしの良い住宅の人気が高いつまりここにある緑色の家よりも赤の家の方が人気があったんですね。ところがそのような場所で、えー、つまりこの赤の住宅がある 盛り土のところに被害が集中しました、えー、この図はその状況と原因を説明していますさら、えー、に建設されたから収水地形ですねしかし排水環境はないで、えー、排水性が悪く締め固めにくい粘性度盛り土森戸であ,あ,あったわけですねで、えー またあその擁壁というのが重力式擁壁で基礎、えー、もなかったわけですね、まあ、あ非常に古い時代に作られた、えー、耐震性がかなり低い、えー、モルドだと言えます。で霧泥棒からモルドに向かうと途中で段差があります。 この段差の先はモイド部で沈下しています。モイドの上の住宅には何らかの被害が生じています。さらに先に行きますと、このような大被害となっています。これらの住宅は、地震動による被害は皆無でも、支持基盤、つまり谷梅モイドが崩壊してしまっているわけです。 これは被害の全体の状況です。収水地形の沢の森の森を、埋めた森戸なので、森戸が崩壊した後には水がた、水たまりができていました。左下の写真ですね。また、えー、周回道路の周りの重力式擁壁は、えー、非常に長距離活動しています。えー 基礎がなかったため、倒壊しないで長距離活動したものと思われます。この写真は、この場所が収水地形であることを如実に示しています。近接する地山を掘削除して、得られた風化凝灰岩をモールド材として用いています。 これは掘削と毒締め固めなどの毒痕によって実質軟弱な粘性度になってしまっているわけですモールド材が実質粘性度でありいかに抗がん垂であるかがよくわかると思いますこれは長距離活動した重力式容器の近接写真です。50年以上前の、 耐震性に対する社会的要求認識が低かった時代の古い技術によるものですこのような構造物に、えー、をですね復旧するときに現状復旧このまた同じ構造物に現状復旧するということは合理的ではないということは明白です、えー、これはこのようなこのように崩壊した濁造ルドの ゼオテクスタイル補強用壁による強化復旧の方法を示しています。周回道路をこのゼオテクスタイル補強の用壁で作っているわけですね。えー、現状復旧の場合にはあこう重力式用壁なんですけれども、これは強化復旧と言えます。 ここで強調したいのは補強道溶壁でもやはり排水設備は重要だということです。えー、別の言い方をしますと、従来形式の溶壁であっても補強道溶壁であってもモルド内の地下水を高くあ低く保つように様々な対策が必要となります。えー、壁面口からの排水だけではなくて横断排水管、それから収水暗減、 といういものが必要となります。この対策法は溶液の地震時安定性を保つだけではなくためだけではなくてです、ね、地震でない時の長期降雨,豪雨,長期降雨豪雨に対する安定性を保つために基本的に必要となるものです。これは2004年10月23日新潟県知床地震の前の前の日。 10月21日未明に、兵庫県矢部市で生じたテールアルメ溶液の豪雨による崩壊の事例です。この事例も、補強土溶液だから生じた豪雨災害ではなくて、補強土溶液でも排水対策と CG 版の対策が不備であれば、このような被害が起こるということを示した事例です。これは被害の前景です。 後ろの方の斜,面にの斜面上にサーブを埋めたモルドに壁の高さ2 0メートルのテールアルメ溶壁があってそこが崩壊して土石流が住宅の方に押し寄せているところです幸いこの泥流は住宅の直前で止まったために人身被害はなかった運が良かったわけですね。 これが今この黄色のところを拡大したところでテーラルアルメの溶液が崩壊しているところをどのように崩壊しているしたかがよくわかると思います。これは崩壊した場所の前景でしていかに大きな崩壊であったかわかると思います。 この下の写真の赤の矢印のところにテーラーリム溶壁が存在していたわけですけれどもその溶壁を含めて全体周囲の C 時間全体が滑り出したということがわかると思います左上に人が立ってますけれどもいかに大きな滑りであったかということがわかると思います これはこの崩壊のののメカニズムとと原因をまとめたものです。この現場では排水暗記はあったんですけれども裏から来る沢の水それから左右の道路面から来る水三房からの水表面水を集めが来るわけですけどそれを処理する横断排水路がありません。 でえーえー、この補強領域は風化境界岩の粘土化したモりドであったので強化するためにスメント工具を安定化していますから透水性が極めて低い状態になっているとしかもモりド内部からの排水設備はないとさらに壁面工での排,排水口は不十分ほとんどないですね、えー、ですから、えー、この豪雨によって この補強土域の森土はまるで貯水地状態になってしまったわけです。まあさらに地山これは風化絶海岩ですけれどもその表層は、えー、風化しているわけですね。でしかししかし断切りですねは、まあ、なくまたこの風化業界岩層を確実に除去していません。そもそもまたですね。 面にに沿った全体滑りに対する安定を検てしま,していません、えーまあ再度ここで強調したいのはこの事例は補強土擁壁だから生じた豪雨災害ではなく補強土擁壁であっても排水対策と新地盤処理が不備な,なために、えーえー、生じた地震災害であるということを強調したいと思います。 本来排水対策と CG 板処理が十分であれば補強土溶液の方が従来形式の溶液よりも豪雨災害に対してより低い建設費でより安定を保つように設計,設計,設計建設ができます。これは従来形式の溶液ですが溶液に 排水口がある状態を書いてありますこの通常行われている溶液構造物に配置した排水口による溶液裏からの排水処理の目的は何でしょうか2つありますね第一は溶液背面に作用する水圧,の低下水圧を低下させて溶液自体の安定化を図ることですね 第2はです、ね、モイルドへの表面水と地下水が多い場合ではモルド内の地下水を低下させなければなりません。もし地下水が高いとモルドに作用する浸透力が大きくなります。それを低下させて溶液モイルド全体に作用する有効度圧有効指導度圧ですねと浸透圧の合計。 それが荷重となりますが、その全体荷重を、合計荷重を低下させて、全体の安定性を維持することです。浸透力というのは、つい忘れてしまう要因ですけれども、水が流れると、森戸を押し、動かそうとする力です。この場合は、通常行われている壁面に配置した排水溝による、 壁裏からの排水処理だけでではは十分ではありませんこの場合はモイド背後からの表面水を処理する横断排水管と地下水の処理とモイドの排水性が悪い場合にはモイドからの浸透水も処理するための収水暗渠も必要となります。 では、補強同溶壁ではどうでしょうか基本的には同じことなんですけれどももう一度説明しますと壁面孔に配置した排水口ですねこれ排水口による壁面裏からの排水処理で十分でしょうかという質問に対してはもう皆さん答えが分かると思うんですけれどもこの答えはいえそうではありませんと。 それだけででではは十分ではないといととうことですつまり壁面庫裏からの排水が十分でも裏亀盛り土部の背後からの表面水、えー、沢からの水ですね、えー、とかそういう道路面左右の道路面からの水鉄道の場合にはやっぱり鉄道左右の鉄道から流れてくる水それと地下水が多い場合には、えー、こ地下水が多い場合には。 モルド内の地下水位が高くなってしまいますから、それを防ぐために、も、あ、裏込モルドに、えー、地下水位が高いとですね、裏込めモルドに浸透力が作用して、溶液と裏込めモルド全体が不安定化することになります。この場合は、つまり、この場合は、えー、場合、つまり、溶液、補強土溶液でも、モルド背後からの表面水位。 面水を処理するための横断排水管と地下水の処理のためにまたモールドの排水性が悪い場合にはモールないから浸透水のからの浸透水を処理するための集水暗渠が必要となりますここで改めてこの事例を見てください、えー、この事例は、えー 補強同溶液だから消えた豪雨災害ではなく、補強同溶液であっても排水対策と c6c 地盤処理が不備のために生じた災害であることを理解されると思います。横断排水路がないですね。から、地山の処理がしてませんね。残念ながらその後も同様な事例が生じており、それに対してこのような災害は補強同溶液だから生じたと結論して。 排水対策と地盤対策の重要性を看過する見過ごすようなそういうような短絡的な意見も参見されています。以上の、えー、説明を理論的に解説したものがこのページと次のページと次のページ3ページで,、えー、です。丁寧に説明してありますので、 えー、じっくり読めば理解できると思います今日の授業はこれでおしまいではなくてまた次のファイルに移ります